こんにちは、引っ越し32回の男、ハイ&ゴーのリュウです。本日は住み心地ランキング大阪市24区でお部屋を探していきたいと思います。本日はランキング12位ですね。では今までのランキングの振り返りなんですけれども、第1位は大阪市天王寺区で、第2位が大阪市北区、続いて中央区、阿倍野区ですね。で、今回は第12位ということなんですけれども、こちらですね、大阪市、住吉区ですね。はい。で、今までのランキング、気になる方はぜひ過去動画ご覧ください。では早速見ていくんですけれども、いつもみたいに参考のマップですね。こちらが、騒音マップですね。まあ、道路の騒音などが分かる参考にぜひ見てみてください。あとは、治安情報などはこちら、大阪府警察の、犯罪発生マップですね。はい。結構細かく見ると面白いので、またこれはこれで取り上げていきたいなと思います。はい。で、続いてハザードマップですね。やはり災害、まあ、地震なども含めいろいろあると思いますので、こちら参考にしてみてください。これは市が出しているものですね。では、住吉区場所確認ですね。こちらですね。まあ、市内で言うと、まあ、南の方ですね。位置する区になります。はい。なので、長井とか、手塚山、阿鼻子、住吉駅とか、そういう駅がありますね。結構駅数は多いかなと思いますね。はい。で、まあ、住吉区っていうぐらいなので、まあ、住吉大社とかが場所としては有名ですかね。はい。あとは市立大とかもありますね。では、早速お部屋見ていきますが、その前に相場だけ、確認しておきましょう。まず、住吉区、こちらですね。あ、結構安いですね。うん。ワンルームで 3.9 万円から、3LDK とかで 8.7 万円。はい。まず、ワンルームで4万円台、5万円を切っているので、かなり安いですね。はい。で、3LDK の相場も、10万円を下回って8.7万円、かなり安い方じゃないかなと思います。はい。では、今回ですね、ホームズさんでお部屋見ていきますね。まずはおすすめ順で見ていきます。はい。こちらですね。はい。1K ワンルームで5万円台。新築ですよね。安いですね。ちょっと中見れますかね。ラルーチェカリタ4階。まだみたいですね。9月なので本当に今月完成ですね。はい。続いてアンビエンスアビコ 1DK 6.4 万円。はい、こんな感じですね。これも一緒ですかね。これも
宝刀のやつっぽいですね。こちらがハーモニーテラス。ああ、ちょっとこれ読めないですね。勉強不足ですみません。5.2 万円。これは木造っぽい作りですね。ちょっと違ったらあれなので確認しておきますか。あ、木造ですね。はい。もう変わった作りですね。はい。でも安いですね。実際相場見てから確認すると。実際にもっと安いもの、安い順で見ていきましょう。はい。で、今回は、まあ、お得かどうかは人によるかもしれないんですけれども、お部屋の探し方の一つとして、まあ、リロケーション物件ですね。はい。まあ、こういう賃貸情報とかで見てると、定期借家何年とかって書いてある物件ですね。はい。で、他の動画でもちらっと言ったかもしれないんですけれども、まあ、例えば海外赴任をされるとか、まあ、転勤をされるとかっていう何かしらの事情で、まあ、一時的にですね、まあ、部屋を貸し出すっていうような形で、入れる物件ですね。で、まあ、これの特徴としては、まあ、体質を通常決めるのって、その住む人だと思うんですけれども、まあ、そうではなくて、まあ、大家さん都合に基本的にはなりますね。なので、考え方として更新っていう考え方がないっていうような感じですね。なんで、決められた期間、まあ、延長できることもあるみたいなんですけれども、まあ、決められた期間ですね。まあ、その部屋に住めるよっていう形ですね。で、まあ、これで、まあ、何がいいかっていうと、まあ、比較的に、まあ、こう、家賃がですね、安く設定されてたりとか、まあ、設備的にですね、もう本当にそこに住もうって思って作られたものとかがあるので、結構設備がこう、しっかりとかしてる物件も多かったりしますね。なので、うん、まずはちょっとお試しじゃないんですけれども、相場よりですね、まあ長いはしないと思うけどある程度住みたいみたいな場所の場合は、こういうリロケーション物件とか定期借家って書かれているものをですね、ちょっと探してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。では最後、住吉区で高い順で見ていきます。コート手塚山 3SLDK 25万円。すごいですね。29畳のリビング。改めていつも高い順とかで見てますけど、こうも広いと家具とかが想像できないですよね。それを考えるのもちょっとストレスになりそうです。ストレスにはならないか。はい。ちょっと大変そうですね。では、こちらが 3LDK の23万円。低層マンションですかね。ちょっと中は見れないですね。松寿庵ですかね。 UR サンバリエカリタ 4LDK
UR ですね。なんで、そうですね、ここがおすすめポイントですね。礼金、仲介料、更新料、保証人不要。まあ、前回も説明しましたけど、ちょっと審査が逆に厳しかったりはしますね。はい。UR だから、やっぱり安いってわけではないですね。これが結構高い方だと思いますけど。リアステージ長井公園 3LDK14.5万円、あ、間取りしかないですね。ジオ V3 清水ヶ丘ですかね、 3LDK14 万円。あ、これも内装なさそうですね。これだけですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日は大阪市住吉区でお部屋を探してみました。この動画がためになった、面白かったと思ってもらえたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではハイ&ゴーよりリュウでした。バイバイ。